すっていうセリフがものすごい好きで、それをずっと大学生の時練習してた。まだ何者でもない頃に、はいはい、まだ練習してた。声優でもなくてスーパーロボット対戦を家でやりながらずっとこう憧れだったわけです。ずっとだあので、あの名鑑みたいなコーナーできるじゃないですか、キャラメーカーです、喋りますね、ボタン押すと一回出てきたキャラがそこに出てくると、はいはい、でボタン押すと名台詞を喋りますよ、ね、あれずっと聞きな、お前こそ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 そっちがなんか一人カラオケモードみたいになってるわけですよ。それ親に見られたらえらいことですよね。もう完全にね、キモオタだった何をおっしゃいます。完全にそうだ。何をおっしゃいます。ガンダムウィングは本当に名台詞の宝庫で、ゼクス、ゼクス、ゼクスがヒーロー、私にもコードネームが欲しいのですって。あ、そうそうそう、初め火消しの風ウィンドといったところでしょうかって、うん、結構言ってること普通なんだよ、うん、普通っていうかなんか、うん、風でウィンドって、あ、なんか、そのまんまだっていう。でも、あの、説得力のある声により。まあ、説得力ありますよね、声で、うん。ヒーローが来るときに、バカ来るっていうのがあって、それが俺すごい好きなの。で、実はここだけで言うんだけど、うん、あの、春日で、うん、あの、いて座の日っていう話があって、はいはいはい、艦隊戦をゲームでやるときに、はい、あれで、あの、小泉のセリフで、うん、あの、テストのときには、やったの。うん、やってましたね。バカは来る。やったら、あの、音響監督さんが、それよくわかんないから。わかれよ、わかって。僕は超抗議しました、うん。で、監督や音響監督が気づかないところで、落ちろカトンボって言って最後だった。そうなんだよね。そうなんだ。それ本番で言ったでしょ。ずるい、杉田さん。そう、思って、でも杉田くんに学んだの、うん。あの、テストで言っちゃダメ。うん、本番で言ったら、うやむやにするって。あ、そうにならないですよ、これ。悪いな、杉田さん。悪いな。アウトローですよ。そこがすごいなと思った。はい、すいません。に、あの、二次元美少女とかは、はい、昔から興味がおありだったわけでございます。いやー、もう直撃ですね。そうですね、はい。ちなみに一番最初に惚れたキャラクターとか誰だった？惚れたキャラクターは、そうだな、のめり込んだのは、虹野さんかな。ああ、うん、なるほど。 PC エンジンスーパー CD ロムの、うんうんうん、で僕の持ってたネオジオを友達に貸して、はい、風雲歌舞伎伝やりたいからスーパー CD ロムのも貸してよって言ったら一緒にときめきが入ってて、はい、なんだこれやって、鶴ちゃんのやつこんなゲームで遊んでんのかって言ったらそれでしか遊んでなかったってね。ああ、なんだこれやゲームか、しゃべるってなってそれが初めてなの。それより前はアニメキャラ、どっちかというとかっこいい男とか、うん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 、渋いおっさんみたいなの憧れました、ね。ああ、はい、でもときめもとかって、割と最初の頃のなんかこう、はい、ギャルゲーだもんね。そうですよ、そうです。うんうん、はい、ああ、なるほど、ね。それからギャルゲーなるものにね、はい、トゥルーラブなんちゃらに行って、はい、それこそ草薙さんを攻略したり。詳しいですね。ありがとうございます。失礼しました。そんな季節キャラクターまで、はい、攻略していただいて本当にありがとうございます。すいません。はいはい。どう？そういう女の子らしい子が好き？女の子らしい。らしい。でもそのらしさ。わがままな子が好き？ああ。わがままの種類ですよね。なんでわがままになったかっていう理由を結構探したりしますね。なんでこの人は辛く当たるんだろうなって。もう、うん、もうそこまで世界に入り込んじゃってる。大抵あの親の愛情が足りなかったりとか、うん、なんか昔男に騙されてたりとかあるんですよ。うん、かといって、そう、まだ重いですね。それを代表して俺に何か言うんだったらふざけんなやろってビンタしますけども。うん、いや、実際に会ったことじゃなくてね、そういうゲームをやった時に。ゲームをやった時に。ゲームの話、そういうキャラがいたと。PC ゲームをやった時に、ここからなんで俺に辛く当たるんだろうなと。あとで分かるんですよ、ね。まあそういう設定になってるわけだから、ね。なんかそういうことだったのかって、マウスを高速クリックしてビンタするって。あビンタできるんですか、そのゲーム。手のカーソルが出るから。ビンタ。勝手にしてるつもり。ビンタ。杉田さんは深夜枠。深夜枠。綺麗な、まあ、やめなさい。なんて言ったんすか、今なんだよ今ちょっと本当ね、最近杉田さんちょっと様子おかしくてアニメでアドリブをやってくれって言われたらこの放送何時でしたっけみたいなこと言い始めて時間によってアドリブ変えるのやめてくれ。すごいな。それ本当に実話だからやめてくれよ。やめてよそれ。俺なりに気使ってんだよこれでも。この前会社でインフルエンザの予防接種を受けました。幼少時代以来久しぶりの注射で緊張してましたが、うん、はい、なんとその注射のチクが気持ちよすぎて思わずあ
と声が漏れてしまいました。これもどうしようもないな自分と思いました、はい、いろいろ放送コードに引っかかってしまったらすいません。いや放送コードは大丈夫ですね。君はド M はっきり分かんだね。そうだね。注射その瞬蓄が気持ちよすぎてって感じ、うん、すごいですね。でも注射あの点滴とかもそうだけども、うん、打つ人のそのうまさあるよね。スキルによりますね。あれあれずっとずっと叩かれるやん、うん、あれ3分外されたことありますよ。やだ、うん、熱めっちゃ出てて、うん、病院行ったので採血するっていうのに、うん、あごめんなさいあれごめんなさいひどい、うん、結構元気熱は出てたけど元気だったのに、うん、なんか貧血フラフラしてきちゃってあららら気持ち悪くなっちゃって、うん、一発でこう痛みもなく決めてくださる人いますよね。いる、まあね、うまい人いる、うまい人ね、うん、でもあの入門編みたいな感じで捉えられてるのかな病院内で。あそこから始めるみたいなことはありそうじゃない、うん、その注射を刺すっていうところで、うんうん、だからその練習台にされてんのかなと思うから。でもそれを経ないとうまくいかない、まあ、やらないとどうしようもないですからね、うん、確かに。ただ体調悪い人にはしないかもしれない。あの体調のいい人って病院にそんなに来ないんですよ、ね。なんだろうその血液アレルギーを調べるとか、うん、予防接種とかだったらまだあれですけどね。なるほどね。これでも思わずあっと声が出てしまって相当ですよ、うん、相当気持ちよかったんだね。相当良かったんだろうな。注射はどうですか。注射僕別に苦ではないですね。別に痛みっていうか、まあ、痛みはありますけど痛いからねあれね、うん、でもかといってそれは我慢できる範囲で。怖い人はもう本当大人になってもやっぱ、ねうん、泣くぐらい嫌な人もいますけど僕刺さるの見てますね。ああ刺さる瞬間あ俺もでも珍しい光景ですからね、うんうん、自分の体の中に、うんタイミング針が刺さってくんだよ。そうずるずるタイミング分かった方がいい人ですか。どういうこと。あその行くよっつってなんか知らない時にチクってくるその恐怖感が怖いっていう人と、まあ、痛みがもちろん嫌だっていう人もいますけど、うん、見てていつ来るかっていうのを把握してないと嫌な人もいるのかな。うんまあまあタイミングはお任せだけどね、うん、そんなにも頓着しないかな注射に関しては。針治療も受けるから別に刺されることに対してためらいはないかな。諏訪部純一さん。福山純さん。あの、大輔さん。ミキ、新一郎さん。あはは、畑野渡さん。宮野、守さん。堀西、勝之さん。松原、大輔さん。佐藤、雄大さん。藤原、九十さん。よし伊藤健太郎さん以上です見てね休んでください。本日のメインイベントメインうわーハードルだけが上がり続けるね。ユーキャンがお送りいたします、はい、あ俺お前のこと大好き。あ違う大好き。あらららららら大丈夫ですか。え大丈夫大丈夫大丈夫。それはさ本当にキャラなの。それあのキャラ名売りじゃねえかっていうね、それでは中村君にもう一回言ってもらいます。ワンモアワンモア。なんかお客さんはねまだ満足してない。お客さんがねもう全員もう立ち上がってスタンディングオベーションで拍手するぐらいのものをやっぱくれた。中村あれであの使ったことないあの声使うよ。使ったことない声あそうですか。ないですけど。そうですか。あれあれ。はい、わかりました。そうですか。なんだよ、早く言えよ。ベッドで待ってる。いいじゃない。お前バカじゃねえよ、本当に。え？え？愛の言葉。愛、確かに愛の言葉だ。愛の言葉で。はい、そうですよ。さらっと言うね。さらっと。さらっとね。やらしくない感じじゃないですか。いや、やらしいですけどね。やらしくないじゃん。ベッドで。一人ペルソナ劇場。コンコン。うん。おいでよ。ほら、早く来いよ、お前。ほら。早くしろって。ちょっと待ってくださいよ。話してくださいよ。あの僕が何をしたと言うんですか。ああ、うまいか。名前言わないな。覚えてないじゃん。ペルソナ使いなんだろう。疲れてるやばい。なんでわかるんですか。ああ、うちにも一人いるよ。こっちもバレてる。嘘でしょ。お前がさ。
ペルソナのなんだっけガ、ガ、ガ、ガブじゃなくて あれもしかしてガルですかあそれだそれ使ってお前いろんな悪さしてるじゃねえかお前そんなことしてるんですかあいつおい何とか言ったらどうなんだよそんなこと言ったって濡れ衣ですよ僕がなんで風の力を使ってどんな悪さをしたって言うんですか決まってんだろお前えお前さガルダインみたいなバーってやって女子生徒の服を吹っ飛ばしてんだろなんでそんなことしたんだだから僕じゃないですってあの風以外にもですね女子生徒の服を吹っ飛ばすやり方いくらでもあるんですよなんで僕を疑うんですかそれはお前がスケベだからこいつスケベなんですかああそんな顔してるわ本当にあの足立さんあなただけものすごくモノマネのクオリティが低いんであまり喋らないでもらえますかガルダインもちろん打ちますけど光の白人ですおい帰れあとお前あの名前なんだっけてって、はい、正解は堂島さんと足立に取り調べを受けている花村陽さん